ロシア戦略ロケット軍は、ロシア連邦の軍事組織の一つである。ロシア連邦軍の独立兵舎の一つであり、ロシア連邦軍の戦略核兵器戦力の主力となっている。任務は、侵略の核抑止並びに、敵の軍事、経済施設に対する核ミサイル打撃による撃破である。日本語翻訳名としては、戦略ロケット軍の他戦略ミサイル軍と表記されることもある。 ロシア語名称の直訳は戦略任務ロケット軍となる。ロケット軍と表記されることが多いが実際には宇宙関係の任務を行うわけではない。これはロシア語においてミサイルもロケットも同じ単語ラケータで表されるためであり、ロシアには弾道ミサイルの警戒や人工衛星の開発、運用など宇宙関係の任務を行うロシア宇宙軍が別に存在する。 弾道弾攻撃を担当するので、ミサイル軍の表現の方が正確としては正しい。1959年12月17日、ソ連閣僚会議決定に従い、独立軍主としての戦略ロケット軍創設。同年12月31日、編成完結。1960年、部隊戦闘当直規定施行。1960から1961年、ロケット軍団。 四段、旅団、連隊、大隊の牽制が確立。R-16、R-9A を装備。1965年から1973年。RS-10、RS-12、R-36 RS を装備。1970年、部隊統制の改善のために、軍級部隊創設。1973年から1985年。 サイロ発射型の RS-16、RS-20A、RC-20B RS、RC RS-18 と、機動発射型の RSD-10 を装備。1985年から1992年、RS-22、RS-20B、RS-12M RS を装備。1987年12月に成立した。 中距離核戦力全廃条約に従い、RSD-10 を含む IRBM が廃棄された。1997年、宇宙軍、防空軍宇宙ミサイル防衛部隊が軍手としての戦略ロケット軍に統合された。この頃の兵員数は約10万人で、半数は徴兵されたものであった。2001年6月、宇宙軍が分離され、戦略ロケット軍は、 独立陛下となる。2010年7月現在、戦略ロケット軍は、3個、ロケット軍、11個、ロケット師団からなり、ミサイル369発、核弾頭1247発を装備する。RT-2PM にトップル M、MM、ミリタリーバランス2000から2001、国際戦略研究所。ありがとうございます。